私は明治大学農学部農芸学科の准教授の長内と申します。本日は卵巣による脱化石燃料技術開発についてお話しいたします。まず想定される用途ですが、最近この SDGs、低炭素、持続社会、こういった言葉を聞かない日というのはないんではないかと思います。こういった環境のキーワードに対して、こういった環境に対して、我々は頑張っている。我々はそういった環境に対する事業を、行っていますと、標榜したい。こういったことを目指す企業というのは非常に多くなっています。ですので、こういった企業との協業というのが我々の目的になっています。この中で我々は、先ほどご紹介にもいただきました、プラ原料というものを目指しているんですが、このプラ原料というだけではなくて、高付加価値な製品やサービス、こういったものを組み合わせて協業というのを考えています。まず私の自己紹介ですが、私は農学部農芸科学科で環境バイオテクノロジー研究室という研究室を運営しています。少しバックグラウンドですが、私は2002年に国際キリスト教大学という、少しこの理系と文系が混ざったような大学を卒業しています。農学部は川崎市多摩区にありまして、現在、今年のメンバーは今31人ぐらいいる。結構大きな研究室です。私の専門分野は分子生物学、生物工学、代謝工学、生化学などです。現在、この JST の低炭素プロジェクト、アルカの代表を務めています。他にも科研費の代表なども務めています。また個人の紹介ですが、ブログやツイッターなんかもやっていて、ブログランキング大学教育部門なんかずっと1位をキープしているということで、ブログなんかもやっているので、ぜひご興味のある方は見ていただけると思います。で、研究者としてのこの大きな目標としては、この資源枯渇、地球温暖化、ゴミ問題などの解決を考えております。で、ここに卵巣による脱化石燃料技術開発というものを考えています。卵巣というものは別名シアノバクテリア、または一般名ですと青子とも呼ばれる生き物になっています。水槽で緑色になってきてしまったなというと、必ずしもではないんですが、この青子、卵巣であることが多くなっています。で、この卵巣の特徴ですが、光合成をする最も単純な生物ということで、藻と名前がついていますが、この生き物はバクテリア、原核生物になっています。他の藻というものはすべて、真核生物。わかめや昆布、海苔なんていうのが有名ですが、こういったものは全部真核生物になっています。一方、この卵巣というものは光合成をするんですけど、このバクテリアであるということで、非常に単純で扱いやすい生き物になっています。で、後でまた出てきますが、このシアノバクテリアとテクノロジーということで、通称シアノロジーということで、チーム名なんかもつけています。この最大の特徴としては、この光合成をしますので、二酸化炭素でものづくりができるという点で、このような単細胞性の卵巣を使っています。で、いろいろなものづくりができますが、その中で我々はこの卵巣を発光させることで琥珀酸を作るということを見つけました。で、琥珀酸というのは何かというと、この貝のうまみ成分でもあります。シジミやアサリなんかに少し多くて、シジミやアサリは少しこのえぐみがあるうまみかと思いますが、あれが琥珀酸のうまみ成分になっています。で、また琥珀酸というものは重要な化学工業原料で、こういった一般的なプラスチックですとか、生分解性のあるフィルム、マルチフィルムというものにも使われています。で、我々はこの卵巣を発光させると、琥珀酸を細胞外に出すということを発見して、学術論文もそうですし、このような特許などを出願しています。こちら大きな目標ですが、我々は目指す社会としては、この化成品の地産地消ということを考えています。石油製品というものは、この石油の採掘から製造まで非常に長い道のりで、環境負荷が大きいということが問題になっています。また、環境負荷が大きいというだけではなくて、いずれ枯渇するということで、こちらは人類がいずれ対処しなければいけない問題になっています。で、我々はこれを卵巣の光合成で CO2 で石油製品、いわゆる化成品を地産しようということを考えています。で、現在、こういったお話というものは非常に多くて、後ほど出てきますが、企業の方ともすでに多く共同研究をしています。で、実際にこういった培養をしてみるんですが、実際にこの生き物の培養というものは、農業もそうかもしれませんが、簡単そうに見えて、一見難しいというのが特徴になっています。ですので、我々は琥珀酸などの最終産物というものも考えていますが、途中のこの培養ノウハウ、また特許、
資材なんていうものをこうライセンス化して、まあ、こういったものを合わせて事業化していきたいというのを考えているのが我々の、計画です。まあ、これ今、ただの仮称で、こういった会社があるわけではないんですが、こういった企業、シェアノルディという会社なんかもこう想定しながら、企業の方々と一緒に進めていきたいというものが我々の現在の状況です。で、従来技術の問題点ですが、この環境問題の観点から、この藻類の培養というものは大きな注目が集まっています。藻類の光合成で二酸化炭素を何か使いたいという話は、たくさん私の方にも話が来ます。ニュースなんかでもいろいろ、お耳にしたことがあるかと思います。ですが実際にじゃあ藻類で海苔やワカメの食品などを除きまして、こういったバイオの新しい事業というものはどうなっているかというと、成功例はこの健康食品と飼育そのということで、結局コストが見合わなくてやめてしまうということで、まあ一見環境にいいのでこうスタートするんですが、まあ環境には良くてもコストに合わない。で実際にはしかも環境への効果も不明ということで、途中でやめてしまうということが多くあります。で、また培養にはこの大規模投資が必要ということで、この藻類の培養というとなんか巨大なプールというイメージがあるかもしれません。で、こういった巨大な大規模投資をしてうまくいくかどうかわからないということもあり、まあ多くの企業がやってみたいんだけど参入を迷っているという状況になります。で、我々はこうしたところを何かうまく解決できないかということで、いくつかコア技術を考えています。で、それまず特許のご紹介の前に我々のコア技術についてです。でまずコア技術の一番目ですが、シアノバクテリアの高密度培養になります。このような藻類の培養技術、どんなものを作る、どんな目標がある、いろいろあるかもしれませんが、結局はたくさん増えなければうまくいかないっていうものが全ての出発点になります。ですので、どんなにこういいものを作ってもあまり増えないというのでは、これはうまくいきません。で実際にこの藻類というものはいろいろ言いますが、このシアノバクテリアと卵巣というものはバクテリアというだけであって、だけあって非常によく簡単に育ちます。もともとよく育ちますが、我々はそれをさらに培地を改良して、BD11、これはもともと使う培地の名前なんですが、そこに HC、ハイコンセントレーション、高密度の頭文字を取った、こういった新しい培地も作っています。でそうしますと、ここで増殖曲線ですが、この赤字のように、通常のものでもよく育つんですが、さらにこのように非常によく育つということが分かっています。で乾燥重量でいくと 4.5 グラムパーリッター。だいたい普通の一般的な実験のだいたい30倍くらい濃く育てることができるということが分かっています。でまたこのような時にはグリコーゲン等の塊もよく整うということで、細胞、そして糖をよく育てるような培地も開発しています。ですので、まず出発として、よく育つ藻類を使うというのが我々のコア技術です。でしかもこのように培地を作っているんですが、我々の特徴の一つとして、ただ原材料物質、琥珀酸などの原材料物質だけを目指さないというものが我々の特徴です。で原材料物質というものは環境にはもちろん将来的にいいんですが、やはりコストの面で非常に厳しいということで、我々が考えているのは原材料物質、成長ターゲットを考えつつ、初期ターゲット、高付加価値物質、高く売れるものを作っていこうというものが我々のビジネスモデルになっています。で、この BD11 というこの培地ですが、我々は実験室ですので、試薬を一つ一つ粉を買って混ぜています。ですので、別にこれは一回作ろうと思えば作れます。ですが、この BD11 という培地をこの試薬の会社から買おうとするといくらかというと、1リットル実は9500円ぐらいするような高いものになっています。原価は非常に安いです。ですので、このような培地というものは実は1リットル9500円するような培地 で、我々は実はもっといいものをこれ作っていますので、こういった高付加価値な培地、こういったものを組み合わせて成長ターゲットである原材料の生産というものを目指していきたいというのが我々が考えているところです。2番目が先ほども出てきた琥珀酸です。で、琥珀酸と言いましたが、もう少し一般名称でカルボン酸。COOH を持つ化合物の生産を考えています。で、例えばその中で炭素が4つの C4 次カルボン酸というものは、琥珀酸、フマル酸、リンゴ酸などが挙げられますが、これらはアメリカのエネルギー省が選定したバイオで作るべき12化合物の中の一つに選ばれています。一番最初に出ていっています。ですので、このような物質が重要であるというものはすでによく知られています。我々のコア技術、先ほど紹介しましたが、この卵巣を発酵させると、
琥珀さん、また琥珀さんだけではなく、ふまるさん、りんごさん、そして乳酸なども出てくるというものを見つけたのが我々の、技術になっています。後ほど出てくる特許は2つがこの技術になっています。で、ここで琥珀酸というものも掲げているんですが、他にもカルボン酸というものは実は価値が高いものになっています。その1つがこのふまる酸、で、もう1つがこの D 乳酸というものになっています。で、フマル酸というのは何かというと、同じ炭素が8つのカルボン酸なんですが、こちらは比較的バイオの生産が難しいという物質になっています。で、フマル酸もこのプラ原料、食品添加物、医薬品などで、国内市場としては2万トンぐらいのものになっています。で、付加価値のある化合物ということです。で、こちらにここにリストがあって、これは何かというと、大腸菌、カビ、酵母などでどれぐらいフマル酸を作れるかという能力の記録が書いてあります。で、これらの代表的な生き物というものを使うと、もちろん効率よく作れるんですが、フマル酸というものは他のカルボン酸に比べて実はバイオで作りにくいという物質になっています。で、我々の技術というものはもちろんまだこれよりも値は低いんですが、シアノバクテリア、しかも糖を使わない炭酸、無機炭素から作ったとしても、割とこれ追いつけそうであるというのが現状のフマル酸になっています。で、また我々発酵技術もあるんですが、発酵なしで少しプロセスを簡便にしたようなフマル酸の生産というものも今特許出願準備をしていますので、こういったものをうまく組み合わせることによって、カルボン酸というものを実用化していきたいと考えています。で、2番目が今度は乳酸、ただし D 乳酸というものになります。乳酸というと乳酸菌で非常に有名で、一般的にも知られています。で、乳酸というものは旨味酸味成分でもありますが、ポリ乳酸ということでバイオプラ原料にもなるものになっています。で、乳酸ですが、こちらは L 乳酸と D 乳酸ということで、化学の教科書で昔出てきたかもしれませんが、共造異性体という化合物合わせのものがあります。で、一般的に一言で乳酸と言ったら L 乳酸になっています。で、実はこの卵巣が乳酸を作ることは分かったんですが、これは光学純度 100% で、もう一個の一般的ではない D 乳酸を作ることが分かっています。で、D 乳酸というのは実は非常に高くて、これ試薬で買おうとすると大体 5g で2万円という非常に高いものになっています。ですので、実は卵巣乳酸を作ると言っても、実は 5g2 万円のような乳酸を作るということも分かっています。で、このようにカルボン酸というと、一口に言うんですが、実は少し付加価値の高いものなんかも卵巣で作れるということが分かっています。3番目が今度、培養系の立ち上げ、培養セットの OEM なども考えています。今回の3つの特許には出てきていませんが、2019年にまた別の特許として、このような密閉培養系の動画で今、示していますが、シアノバクテリアの培養系そのものの知財化ということもしています。で、このような培養技術ですが、先ほども冒頭に述べましたが、多くの企業の方から、やはりこの光合成、卵巣、二酸化炭素を使いたい、こういった声というのは非常に多くあります。で、それに対して、我々こう培養するんですが、こちらのガラス器具、こういった器具が、いかにもお手製な感じかと思いますが、全部このお手製で作っています。で、こういったものは、なるべく変えてしまえば楽なんですが、一部は買っているんですけど、この辺のゴムに穴を開けたり、ガラス管を切ったりというものは我々がやっています。で、こういったものをもうちょっと手軽に使えないかという声がありまして、実は非常にニーズが多くあります。ですので、こういった培養系の立ち上げ、この培養セット、こういったものもこう事業化できないかということを考えています。で、もちろんこの培養のスケールアップというものは我々大学は苦手なところですので、少しスケールアップしたような事業化をしたいという企業の方々がいたら、ぜひ協業できればと考えています。で、このように我々コア技術1から3がありまして、こういった1から3を組み合わせた持続的なバイオ事業ということを考えています。琥珀酸やフマル酸、顧客企業に合わせた高付加価値物質を組み合わせということで、こういった原材料物質を作るだけではなく、いかにこの高付加価値物質も作れるかということを考えて研究を進めたいと考えています。で、例えば高付加価値物質なんていうと、こう抗体なんていうものが、最近コロナウイルスで非常に有名ですが、抗体の販売なんていうのを間もなく開始する予定です。で、実用化に向けた課題ですが、ターゲットによって製品化までの年数というものは異なります。
で、成長ターゲット。まあ、こちらは原材料物質、コハークさんなどですが、こちらについては研究開発をしながらの製品化というものが必須ですので、まあ、すぐに作ってすぐに売れるというものではありません。で、実用化に向けて、スケールアップが必須。なので、まあ、こういった課題はあるんですが、ただこのスケールアップ技術、培養技術そのものも事業化できるのではないかということで考えています。でまた特徴ですが、我々の特徴としては、このコハーク酸ですとか、まあ、他にも例えばエネルギー物質を作るっていうプロジェクトなんていうのはこうよく大学から出るかもしれませんが、こういった初期ターゲットだけを、成長ターゲットだけを考えるのではなくて、まあ、最初にこの高付加価値な初期ターゲットも一緒に考えましょうということで、初期ターゲットと成長ターゲットを分けた事業プランであるというものが少し特徴になっています。で、また藻類の中でプロジェクトというものはいっぱいあるかと思いますが、最も育てやすい卵巣、シアノバクテリアという点も、特徴的です。また培養系ではあるんですが、いかにこのスモールスタートができるかということも考えています。でこのように、まあ、いくつか並べてみますと、まあ、初期ターゲット、成長ターゲットに分かれまして、まあ、先ほど初期ターゲットとして培地、または培養関連のものが出てきました。え、後ほどご説明いたしますが、まあ、いくつかこの破水分解物、酵素などもあります。また食用色素、フィコシアニンなんかもあります。まあ、こういった初期ターゲットをいかに考えるかということが重要ではないかと考えています。で、この初期ターゲットと成長ターゲットですが、まず初期ターゲットではどんなものがあるかというと、卵巣の酸化水分解物です。どんなにいいものでもプロセスが多いと、まあ、途中でこうスケールアップして、まあ、うまくいかなくなることがあるかもしれません。ですので、最初はなるべく簡単にできるものっていうものが大事かと思います。で、これはまあその名の通りですが、卵巣の下水分解物ということで、卵巣を育てて下水分解した、混ぜ物ということになります。でこういったものをこういった 50ml ミリぐらいのチューブから、まあ、これぐらいの量が取れます。で、これはまだ収率を上げてはいませんので、まあ、もっと取れるんじゃないかなと思います。で、このじゃあ下水分解物って何かというと、これは今、このような条件で育てると、だいたい3分の2ぐらいがグルコース、要するに糖になります。で、残りの部分はまだちょっと分析していないんですが、まあ、おそらくアミノ酸なんかが入っているんじゃないかと思います。ですので、まあ、糖ですので、まあ、他の生き物の培養、エネルギーとして使えることができるということで、まあ、こういったなるべくプロセスの少ないものを初期ターゲットでできるのではないかと考えています。で、こちら、先ほども出てきましたので、ごく簡単にいきますが、こちらは成長ターゲットと初期ターゲットの少し愛の子ですが、フマル酸はやや成長ターゲットに近い。で、D 乳酸についてはカルボン酸なんですが、まあ非常に試薬レベルでは高く売れますので、こちらは初期ターゲットにも設定できるかと考えています。我々、協業共同研究へのフローということで、まあ顧客と書いていますが、協業一緒にやっていくという方が近いかもしれません。ですので、環境技術の導入を考える企業というものが我々のターゲット、一番一緒にやりたい方々となっています。これらの方々に藻類を培養し、二酸化炭素を原料とする製品を開発していくというものが我々が考えているところです。で、いろいろな特徴がありますが、事業のスモールスタートが可能であるということで、じゃあ最初にこれを培養を始めるのどれぐらいかかるかというと、まあ、初期導入コストは、これ贅沢プラン、通常プラン、最低プラン、倹約プランということがありますが、大体これで節約すると20から30万円ということで、まあ非常にスモールスタートが可能であるということになっています。ですので、こちら、詳しくは説明いたしませんが、サービスとしては、コハクさんと顧客企業に合わせた高付加価値物質を一緒に考えていくということを考えています。で、まず、知識的財産権の一つですが、有機酸の製造方法。で、こちら、すでに説明しましたが、こういったシネコシスティスを発酵させることによって、カルボン酸を出すことができるということで、現在、グラム単位の生産が可能になっています。で、この特許は、何かというと、CITH という、これはリンゴ酸でヒドロゲナーゼっていう酵素ですが、この株を使うと、カルボン酸がいっぱいできますよというので、この遺伝子特許になっています。で、2番目ですが、これは食品。食品加熱処理、フィコシアニンということで、少しこの卵巣をここまで話したんですが、少し特殊な特許です。で、卵巣も育てやすいんですが、一部この酵素、シアニリオシゾンという育てやすい藻類も使っています。酸性温泉から誕生されたような藻類で、pH が 2.5 という非常に特殊な環境に生きる生き物で
で、この他の生き物で何をしているかというと、水だけでフィコシアニンという色素タンパク質が出るということが分かりました。で、フィコシアニンといってもおそらく聞いたことがないかと思いますが、ガリガリ君というアイスはおそらく知っているのではないかと思います。で、ガリガリ君のアイスはこのフィコシアニンのタンパク質ということで食べられる色素になっています。で、で、フィコシアニンですが、アイスに使われているだけあって、タンパク質だけあって、熱で失活してしまうんですが、この子孫のフィコシアニンは耐熱性だということで、熱をかけても壊れないということが分かっています。また、耐酸性もあって、水だけでも出てくるということで、こちらはちょっと卵巣からいきなり離れてしまうんですが、耐熱耐酸性の色素というものが取れたっていうものが、これが2番目の特許になっています。でこちらは有機酸性酸の話で、子孫に関してはこの乳酸をよく作るということが分かっています。ですので、一つの特許の中にフィコシアニンという色素と有機酸の特許が入ったものになっています。で3番目の特許が同じく有機酸の製造方法です。でこちらは、水素生産ということで、最近水素の話が非常に、広まっていますが、シアノバクテリア、卵巣も水素を作るんですが、水素を作る遺伝子を壊すと、紅白酸や乳酸が増えますよということになっています。ですので、こちらも1番目と同様に、紅白酸、または乳酸を作るための、また新しい遺伝子を取ってきました。ということが、こちらの特許になっています。このような我々は技術を使いまして、本当にこう事業化していきたいということで、川崎ディープテックアクセレーターのようなアクセレレータープログラムに参加したり、ビジコンなんかにも参加しているというものが現状です。で現在、こう共同研究も進めていまして、公表しているところが2社。で、また3社ほどと進めていますので、企業の方々とは、常に、オープンでお話ししていますので、うまくこの初期ターゲットを分けて、それぞれの企業が得意なところを進めていくということでお話をさせてもらって、初期ターゲットが分かると、じゃあ一緒に始めましょうということで仕事を進めています。企業への期待ですが、我々の事業というものはスモールスタートでの培養、スモールスタートでの新規事業が可能であるという点が最も大きな点になっています。で我々と一緒に考えて、この初期ターゲットが思いつくかというものを議論させていただければと考えています。で現代では環境技術の導入というものはもう必須ではないかと思いますので、もちろんすぐにこう利益の出るものが見つかればいいんですが、それだけではなく、企業のブランド価値の向上というものも含め、感じの向上への寄与というものも含めて考えていただければと考えています。こういった問い合わせというものは今結構多いので、ぜひなるべく早めに決断していただければと思っています。初期ターゲットはなるべく被らないように、それぞれの企業の得意分野というものを考えておりますが、早めに決断していただければと考えています。ですが、いずれにしろ、まずお気軽にご相談していただければと考えております。以上がお問い合わせ先で、こちらが生田研究知財部になります。私からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。